文化系トーク YouTube グランパンパースです。今さっき本当に出たばっかりのニュースで、久々にヨジャグルの話になるんですが、要するにあまり良い話ではないかなっていうことになってしまいますね。元プロデュース48に参加をしていて、アイズワンにはなれなかったんですが、ロケットパンチっていうグループで所属をして、そこで活動をしていた、している高橋樹里さんというね、元 AKB48 のメンバーいるわけですよ。で、ロケットパンチが日本デビューをするっていうのが決まったというのが本当に先日あったんですよ。で、吉本興業が日本ではプロデュースというかね、がっつりとサポートをしてやるっていう形で、吉本興業、JO1 とかとの絡みとかあるのかなとか、吉本、バラエティには強いけれども、音楽番組的なところでどのようにやっていけるかとか、その辺のことも考えて、ちょっと考察的な動画を上げようと、のんきに考えていたんですが、どうやら高橋樹里さんが健康問題でロケットパンチの活動をしばらく中止して治療に専念、集中するということでした。そのウリムエンターテインメント、所属事務所がですね、25日にマスコミに報道資料を配布して、高橋樹里は最近健康上の理由で十分な休息と治療が必要だという専門医の所見を受けたとして、その後本人とロケットパンチのメンバーたちが話し合って、真剣に話し合って、樹里の健康を最優先に考えて治療と健康回復にだけ集中することにしたと、公式発表したっていうね。25日、日本デビューが決まってからのこれというのはもうちょっと前から分かっていなかったのかなとか、発表の順番タイミング的なところがなんだかこれで本当にいいのかなっていう気がしておりますけれども、なんだかとても複雑ですね。高橋樹里さんのね、AKB 時代からのファンの方とかもいらっしゃるでしょうしね、人気な方でしたし実力もあったわけで、なんかね、楽しみにしていた人もいるんじゃないのかなっていう気もするんですが、でもね、健康の問題に関しては仕方がないですよね。20のミーヒも健康の問題でちょっとね、活動できなかった時期もありますけれども、無理してね、やらせてってしまうってよりは全然いいんですけど。で、所属事務所は、現在行っているロケットパンチのファーストシングル、リングリングの活動には当分合流しないと。で、しばらくは集中、治療に集中するっていうね。で、しばらくは5人体制で活動するっていう。で、日本公式ファンクラブもオープンをしているということでもあり、で、デビュー日程も近日公開されるっていうふうにの、言うのはあって、ただこれを受けて、デビュー日程をちょっと後にずらす可能性もあるかなと。日本でデビューするっていう時に、ね、高橋樹里さんの存在がやっぱりあってこそっていう部分絶対にあるわけじゃないですか。日本人ですし、プロデュース48のファンから、AKB48 のファンまでが、要するにね、樹里さんのファン、見込めるわけですよ。ちょっとね、だから、見ていこうかなって思っていたので、残念なニュースではありますね。ただ、とりあえず本当に健康が第一なので治療に専念していただきたいなというところですね。はい。そういう感じで先ほどニュースがあったので、ちょっと私のまとめの意見としては、なんかもう少し早めに出せたんじゃないのかなっていうところと、なんとなくね、もう日本デビューっていうのを先に出して、その後でこのような感じで治療に集中するっていう形を出すっていうのは、なんかね、ちょっとんって思っちゃったりは正直しましたね。なんか日本デビューが結局決定したっていうところで、それでなんかね、樹里さんにちょっとプレッシャー、余計なプレッシャーかけるようなことになっちゃったら良くないなっていう気もするんですけどね。今読んだニュースは K スタイルさんのニュースなんですけれど、本当に24日の18時28分に、いわゆるロケットパンチのファーストシングル、リングリングに関するインタビューで、ここでは6人全員がちゃんとインタビューを受けているんですよね。健康問題がどういう感じのことなのかは分かりませんけれども、韓国という異国の地で、でももう何年か経ってますけれど、やはりいろいろプレッシャーもあるのかなっていうところかもしれず、詳しいことは分かりませんので、ファンの方は治療が終わってというか、ちゃんとまた元に戻るのをとにかく待つしかないということにはなりますね。宮脇咲良さんが韓国では、高橋樹里ちゃんとよく会っていたみたい、1ヶ月に1回ぐらい会っていて、いろんな話をしていたっていうところで、お互い支え合っていたんだなっていうところもあったわけですよ。ねえ、だから残念ですよね。
まあ、復帰を待ちましょう。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。